シャルルロア1、レイ・アンデルレヒト・ベルギー一部、17節、ベルギー一部リーグ第17節のシャルルロア対、アンデルレヒトが、現地時間18日に行われた。試合1、レイで、ホームのシャルルロアが勝利した。シャルロアの MF、森岡亮太は、フル出場し、決勝点をアシストしている。今シーズンの欧州サッカーはダゾーン。いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し、セチュー、サニー・シャルルロアと5位アンデルレヒトの暗い対決。どちらも2連勝中で、勝ってさらに勢い、乗りたい状況だ。試合は拮抗した状況が続き、コアが動かない。終盤は、シャルルロアが押し、んだものの、相手 GK の攻守もあって、決めきれなかった。それでも、このまま終了かと思われた後、アディショナルタイムにゴールが生まれる。ヤルルロアは敵陣深くでボールを失うと、森がプレス。これが、相手のパスミスを誘って、ペ・ルティエリア左に走った森岡がボールを受けた。森岡は自らシュートに行かず、右足で前、すにパスを転がすと、ゴリザデがゴール。土壇で先制したシャルルロアが勝利を飾っていい、前節セルクルブルージュ戦で1ゴール1アシストを記録していた森岡は、2試合連続のアシス、今季7アシスト目となっている。得点者、90、3分1、0号、ザデ、シャルルロア、リョウ。